まあ、フォークソングって言うけれども、亀梨君っていうのは本当はフォークソングの出じゃないんですよね。そうなんです。あの昔僕あのブルーコメッツというバンドにいました。嘘ばっかり。この方はね、もう本当どこまでがね、亀梨さんって本当のお話なのかシャレなのか分かんない方。いやでもね、今ね若い小さなお子さんは知らないよ。知らないんですよ、本当に知らないんです。もう歴史的な ね、例えばね、あのトム・ジョーンズを見てね、あ、エルヴェス・プレスリーを見てね、トム・ジョーンズの真似をしてるって言ったりね。あ、例えば、ね、ビートルズっていうのは4人だったんって本当ですかとかね。ああ、ね、なるほどね。かなりもう、あなたと一緒にやってた人というと、ね、酒井俊二さんじゃないや、酒井正明君。まあ、でもほら、ね、あのついでにって言っちゃなんですけれども、酒井井上俊二のお父様が酒井俊二さ ん、こちらのお父様、私たちはうちのティーブ釜谷さんでしょ、ね、私はギターの名手だったんで、ティーブさんの歌を聴いて育ったようなもんですもん。あの辺にいる方なんか知ってる方多いですよ。ね、ティーブさんと一緒にやってたなんて方。で、第二世はそういうふうに町明だとか、井上純ちゃんも。純ちゃんは二世じゃないんですけど。あの、いらっしゃいました、スパイダース。はいはい、ね、そうです。スパイダースってのは大変な人気でしたね。ものすごかった。ブッシュはさ、そもそもウエスタン歌ってらしたんですよね。そうなんです。僕はあの小坂和也さんの歌が好きでね。ワゴンマスター。知ってちゃいけませんね、こんなこと。最初入ったんです。そしたらさ、あの頃のハードロックってのはね、ともかく、ね、今でも聞こえない音楽があるでしょ、ええ、この人の歌なんてのもほとんど聞こえなかったんですよ。ガー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 やって、だからあの歌詞なんか本当にどんな歌詞なのかほとんど分かんなかったわね。だから今後であなたに歌っていただくけど、その歌なんて僕聞いて割と綺麗な歌詞がついてたのね。そうなんです、ね、あの一曲、それじゃあね、あの頃のハードロックのものでさ、ええ、で今歌詞で歌う、今フォークソングみたいに歌うとフォークソングに聞こえるでしょ、だそういうのを一曲歌ってみて。そうですね、改めてハードロックではないんですけどね、あのスパイダース時代のいい曲でね、浜口蔵之介さんが作ってくれた曲なんですけどね、夕日が泣いてるって曲があるんですよ。あ、それ、夕日が泣いている、夕焼け、海の夕焼け、恋をして激しい恋をして夕日が泣いている僕の心のように夕焼け泣いてるのだろう夕焼け夕焼け夕焼け。これはね、あのスパイダース時代は町明が歌ってたんですよね。スパイダーズ時代に町明が歌ってた歌ですか。そうするとあの大変失礼なことを伺いますけれども、はい、あの平尾正明さんとか、はい、あの三木川地さんとか、はい、あの方たちを1期生とすると第2期生ぐらいでいらっしゃるんですか。あの僕は2期生なんですけど、町明たちはもっとずっと後に出てきたんです。あ、そうです。もっと若いですよみんな。